はい、池袋アダム YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。副店長の福です、よろしくお願いします。はい、というわけで今日もやっちゃうよってことで、はい、今日もね、僕休みなので、自宅からお送りさせていただきます。皆様ちゃんと外出自粛してるかな、ね。まあ、今日は僕のね、音楽のルーツについて語ろうかなと思います。今僕はですね、プピリットパロっていうバンドでギターボーカルやってまして、中学の頃からですね、ずっと、奥田民生さんが大好きで、ずっとね、家で CD 聴きまくっておりました。はい。ね、まあもう29とかね、E とかアルバム、もう大好きで、ユニコーンももちろん大好きで、カラオケ行った時とかね、友達と一緒に大迷惑とか、人生は上々だとか、もう絶対歌ってましたね。で、そこからもうバンドを始めるきっかけは、オフスプリングっていうね、海外のバンドにハマって、で楽器始めて、もう18歳ですぐライブハウスデビューしました。はい。でもライブハウスでもう印象的だったのはですね、まだ右も左も分かんなかった頃ですね、ラフィンノーズと SA がですね、ツアーで初めて僕の地元に来てね、僕ダイバーキャッチやることになったんですよ。でその時にこう SA の直樹さんにですね、ご挨拶させてもらった時に、おーよろしく、なんかわかんねえことあったらね、気軽にあいつらに言えばいいから、ああビッとな、よろしくなって言われて、もうめちゃくちゃ怖かったんですけども、本当に怖かったんですけど、まあ常にそれこそ僕らのことを気にかけてくれて、もう怖いながらでも、もうロックバンドってめちゃくちゃね、かけえなっていう、そういう印象があってね、震えました ね、もう最高だったっすね、やっぱ最高でした。はい、そんな感じでね、まあ、今日は家で自分の好きな音楽ね、ロックを聴いて過ごしてます。もう一時はもうアダムのみんなからですね、もうお前コロナなんじゃないかって疑われたりしてですね、落ち込んだりもしたんだけど、大丈夫です、皆さん。全然元気です。全然元気ですよ。はい。ね、まあ、みんなでね、早く出かけたいですね。うん。出かけたいし、でもどんなにね、元気でもやっぱ、今は家にいなきゃダメなんで、そんな日にね、ぴったりの曲をやりたいと思います。はい。はい、じゃあそれでは聴いてください。マイベッドタウン。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。マイベッドタウン。帰ろう。君のいない街へ。皆さん、最後まで見てくれてありがとう、ね、健康第一、今度はライブハウスで一緒に歌いましょう。みんなそれまでステイホームな。では皆さん、さよなら。